I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Cyber Sleuth. Please enjoy.
そりゃすっけど、あの…嘘！覚えてない？この悪人は！ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったら、きっと今頃…はぁ、なんか私ってば、子供の頃からああなんだよね。大事な時になると、いつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。本当ごめん。あ、それはそうと、君もショッピングなう？電脳探偵になったんだ。あ、すごい。電脳探偵か。電脳探偵ね。電脳探偵。さ、何それ。電脳探偵？別にいいけど。てか、いいか悪いかもわかんないけど。なんだか。あれから会ってないんだ。やだな、気まずいな。こういう時は地味犬の新曲でも聴いて悪魔的になろう、老人形になろう。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが中野に住まう人々。さて、次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか。順新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだからな。
その間、私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと、一つ重要なことを伝えそびれていた君の母親のことだ。親御さんの仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪、すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな？うん、問題なさそうだな。安心したようでないのか。これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応してもらう。これは人の子としての義務でもある。では、行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。
行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。
ダメ。無理しちゃダメだよ。
くっちゃこら。Please like, share, and subscribe.